育てなって思った。お弁当食べてます。私は食べました。食べた？はい、うん、血色ないからリップだけ塗っとこう、うん、こんにちは。珍しい組み合わせです。確かに一緒のチームだったことないんで。絶対ならないからね、これから先も絶対ならないだろう な、はい、何も期待したことないです。なんか例えば、うん、この前の大祖国とかでも、うん、レイさんとかは、うん、しおりさんとかは、うん、来るかも来るかもとか思ったんですけど、かりんさん発表された時何も思わなかった。かりん B2 だと思ってたから。あ、ほんまですか、うん、絶対来おへんやろなと思ってました。なんか雰囲気的に、うん、2個前のチーム、小島チーム、B2、川上チーム、N、あの時代になんか雰囲気似てるなと思ったから、あ、B2 かなって。あ、それあ、やる？あ、もうやった。早っ。早っ。え、汚染は汚染め、あれ、あ、汚染、汚染線、あと、お花摘み、お花摘みお花摘みお花摘みに行った。お花摘み、いつしたのよ。いつした？さっき汚染とした。あ、ほんの、マジ早いね。みんな仕事は優しい。先生、めっちゃハロウィンじゃん。ね、もうハロウィン、え、去年でもハロウィンパーティーしようって言ってやらんかった。私が行かんかった。あ、そう、あ、メンバーで全然来てくれへんが、ふ、重なんで。めっちゃ重いんです。なこと重いって、ふ、重だ、全然遊びに行かないです。フッカルの反対。あ、そういうこと、はい、意外なんだけど、ハリーフッカル。昔はどっかでした。私なんで、なんで変わんの、それが。 SNS 始めてから変わりました。なんで？夜中まで編集するから。えらい。なるほどね、うん、えらい。だ、その時期やった、特に。あ、今は多分逆にメンバーとか家呼ぶ、うん、呼ぶぐらいになったけど、でもやっぱでき起きひんや、ドライヤーでもマジで面白い。あ、でも夢中ライブ後輩の千秋楽にどうせようか迷ってますもん夢中ライブで話してましたよね。してた、してた、ね、もうめっちゃハンナ方から DM 来て、うん、今ゆいなが話されてるよみたいな。なんて？ゆいなが話されてるよみたいな、ファンの方から DM 来て。あの日にだって2回連続ぐらいゆいなの話して、うん、3回連続でした。3回か私も見た、見た、見ました。本当に大、もうめちゃくちゃ盛り上がった。本人いなくても盛り上がるなと思ったもんすごいことやね。すごいわ、ありがとうございます。お世話になりました、その説は本当に面白い。いや、レコちゃんもいてほしかったもん、あの何バラエティの日。ああ、あの放送禁止用語。ああ、見た見た見たよ、映像は見たよ。見た普通に言ってて面白い、うん、もうごまかされねえそこまで言ったもん、全部言った方がいいんじゃんなんかね、言っちゃいますね。うん、ね、今までで初めてかな、あれ言った人。え、いや、なんか誰かいんの、おんの、お、なんか誰かいたみたいな。マジ意外とやる失敗なんだ。うーん、あれってさ、あの、うーんもすればうーんってさ、うん、言ってんだと思ったけどさ、うん、ちゃんと言ってんだね。はい、口で。うーん、いつもなるほどね、だから声も出ちゃったってこと。はい、うん、なんか、いや、むずいよ、むずい。いきなり喋ってでさ、確かに、口パクだけで、しかも歌詞は分かってるやん、こっちは、うん、確かに。だから言っちゃうよね。あれはむずいわ、高度な技で。高度です。うん、確かに、あっちをやったことないから分かる。ああ、レコちゃんもやな。私もない。あんまやらないな、うん、そっち側やったことない、うん、確かに、うん、私こっち側しかない、うん、なんかそれこそ何倍の時にやった時とかは、うん、もう緊張しすぎて、うん、ひっこいこ、ひっこいこ、ひっこいこ、うん、置いていく感じやったけど、うん、なんか今自由にやっちゃってるから、うん、思ったこと言っちゃった。言っちゃったね思ったこと言って思った。うん、まあまあ、うん、メイクしてるから喋っといて。なるほどね、うん、すごい、みんな自由やね。自由、本当に自由。いいのかな、逆にこんなんで ね、ね、うん、楽しんでくれてるのか。ね、ね、うん、確かに、うん、髪伸ばしてるんですか？はい、うん、もう、どこまでですか？ここまで、どうしたんですか？なんか若干大好きな、あのテヨンって知ってる、少女時代のその子が好きなんだけど、その子のちょっと可愛い画像を見つけて、うん、この子になりたいって思う。そうなんや、それだけ、うん、そうなんや、レアですね。
うん、あと冬になると伸ばしたくなるの。へえ、去年も長かった、うん、で暖かくなってきたら短くしたくなる。あ、そっか、私もじゃあ切ってみようかな。なんで切ってみようかな。なんで暖かくなったら。暖かくなったら、うん、そんな変わんないでしょ。しかもおだんごなるで。まんまりの。え、一番短くてどれぐらい？ここ。あ、でもあるんだ、それぐらい短い。小2です。あ、もうずっと長いんだ、じゃあ。ずっと長いと。小2です。やばせんな。でも狩りももうやっぱロングにはできないな。今さら。え、エクステとかも。本当だ。つけたいとも思わないですか。うん、誰かわかんないんじゃないかなって思って。いやそんなことない。なんか昔レイさんエクステつけてたじゃないですか。うん、あったっけレイちゃん。はい、あのめっちゃ切ってた時に。うん、あったのよ。うん、でその時全然仲良くなくて、うん、でもやっぱ先輩と後輩で、うん、なんかトイレとかですれ違って、うん、あエクステつけたんですねって言ったら、わかめいっぱい食べただけって言ってた言ってたわ一回だけよな、エクステつけたことある。もう3日ぐらいとかで多分あった撮ってましたよね。ワルキーの時だ。あ、そうです。で、握手会かなんかでまだつけてて、そうそうだそうだ、そうなんかすごい先輩だって思ったもん。そうだそうだ、そうだ、そうだ、そんないっぱい喋ったことあるわけじゃなかったから、なんかトイレですれ違った時に喋ろうと思って、うん、頑張った結果そんな返しされたのかわいそうな。あーみたいな感じで終わっちゃった。すぐ撮ってたもんな。ね、エクストエクステってやっぱエクストエクステってやっぱからかな、顔重くなの顔頭あ重く、あかりなんかレイコずっとエクステつけてると思ってたから、えこれこれもずっとエクステだと思ってて、ね、びっくりされて、この前数日前に、そうえって笑って、かりレイコまだ短い感覚でいた。もう地毛ですよこれが、めっちゃ伸びたよな。そうなんですよ、ボボだったのにね、うん、顎ぐらいしかなかったのに、本当にいつの間にか、もう伸びる変態なんちゃう。でもロング好き、うん、やったね、うん、お姉さんっぽくなる、うん、嬉しい。お姉さんになりたくて、マジで、うん、そう、うんうん、似合うから。しかも黒髪が似合うよね、嬉しい。黒髪ロングが似合うっていうね、絶対似合わない。うそ、うん、いやいやいや、いけます。かりん、やるなら茶髪ロングだな。でも明るいの好きです、小島さんの。うん、いつかアイドルやめたら金髪にしたい。うわぁ、うわぁ、楽しみ。小島さんのそんな興味あるか。え、見たい見たい。全然来しいの、小島さん。ほんとだよ、写真だけ送るわな。まず染めたことすらも分からない。うん、私も一回金髪にしてみたい。金髪のショートにしたい。うわー、ロングじゃなくて、やばこれは。え、でもロングでなんかこういう上げ方したらなんかめっちゃお姉さんになりそうじゃん。めっちゃなりそう、お姉さんに、うん、ちょっとでもギャルっぽくならない顔。あ、それかき上げ、かき上げの方がギャルじゃない。ギャルになっちゃう。しかも髪の毛明るかったら確かにな。あ、やってほしい。ロングにしてる自分がもう想像つかない。昔の写真見たら想像つきます。あ、そっか。マジレス。そうだ。マジレス返しされてる。そうだ。うん。お互いにマジレス返しされてるからね。うん。そうそうそう、だってに属性一緒ですもんね。うん。ね、なんなの。そう。突っ込みたくなる。うん。そう、最近でもしかも最近気づきました。そう、最近気づいた。最近なんか似てるね。マジで。そうそうそう。本当にボケれない。わかります。ね。それで一回素がボケそんなことないですよね。素がボケ、素がボケよ、ほんま。うん、へえ、うん、でもユイナとちょっとタイプ違くない？うん、タイプの違う、ちょっとだけ同じタイプ、うん、タイ一緒やないかい。どういうことこういうこと、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこが、こういうとこ、ずっとアイライン引いてた。どうも、出口ユイナです。あ、やだ、ユイナ金髪にならないで。ユイナは確かに明るいの想像つかないな。だって金髪だったら、なんで私が今上だけ着てるか分かる。顔と合うか。違う、川上レナピオンさんのスカートが全くあのかすりもせんかったわ、ホックに。あのウエストが支
そう、あの一切無理やった、ビクトもせんかった。あのいやだってピョンさんはな、ね、さんこんなよ、いや最初あのそうハンガーにかかってる川上レナっていうの見て、うんうん、一回固まってでもとりあえず挑戦してみようと思って、うんうんうん、そしたらね、やばかったですね、衣装全く引っかからなかった、全く、はい、ああありますよね、どんまい。いやしょうがない、しょうがそれはしょうがない、しょうがない、割り切れる、割り切れる、割り切れる、あんな細いんだもん、どう考えてもピョンさん、ミルキーさん、あと、うん、市川さん、あ、はい、無理、無理、あの辺絶対無理です、はい、無理無理、骨格が違うから、うんうんうん、そこはみんな、みんな、みんな大丈夫、みんな大丈夫、こんな感じだなるほど、めっちゃおもろい。そうなんや、絶対打つ、あの入らないでください、足だけだったらいいです、まあ絶対打っとったもんやけど、入る時打つとなかった、はい、さあ、うん、何の衣装なんでしょうか、そうよ、あ衣装もそうね、楽しみに、楽しみに、楽しみに、うん、あらシワがすごい、あ逆です、うん、合ってたよ、シワがすごい、シワがすごい手のシワが、手のシワ、うん、あ歌っちゃいそうになるか、わかる、ね、じゃ違う歌歌えばいい、何歌う、全然、うん、やっぱハロウィンナイト、ハロウィンナイト、みんな無理ない、かぼちゃが誘ってる、さてお叩け星を触れ、年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト、なんで知ってんだろう、全然しなくない？そうなんですよ、もっと絶対握手会とかしますよね、うん、あ確かになんかいつもコスプレはしてるイメージ、うん、やるべきね、こんな楽しいのにハロウィンナイトの一サビだけでこんな盛り上がるのにハロウィンライブみたいなのあったらハロウィンナイトいろんなパターンで何回も歌いたいね、うんうん、めっちゃ昔それこそ M ステで、うん、全員が違うコスプレ着てた、もうさやかさんが大優勝、大優勝してました、あれはもうビキニーさんもめっちゃ大優勝してたよな、あれはほんまにやばかった、やばかったドエロドエロほんまになんかありがとう、あれは秋元先生が当ててくださったんです、そうなん、すごやった気がします、素晴らしい、素晴らしい、分かってらっしゃる、素晴らしい、あれは良かったな、あれは最高でした、うん、あーやっぱあの時代は楽しかったなこの前もそんな話しました、うん、楽しそう、話楽しかった、そう、ほんまに楽しかった、M ステに張り付いてな、うん、こうやって見てくれしてたな、もうさ一緒に踊って一回は絶対出てたぐらいだったからさ、うんうんうん、楽しかった、楽しかったな、確かに皆さんも分かるけど絶対分かりそう、でもやっぱり、うんうんうん、よかった、遊び心がいいです、ね、うん、あのヘビロテのアニマルパーティーも大好き、うん、あーもうよかったよね私は猫、みんな猫ちゃんになるやつが好きや、あーなんか見たことある、ピンクの、ピンクの猫ちゃんにやるの、かわいかった、あれもヘビロテやったっけ、ヘビロテ、え、あれはなんか職業、人気の職業になるみたいな、あったくない、あキャビンアテンダントが前に似たやつ、さやかさんはなんか警察官だった気がする、あそうポリスみたいな、やっぱね可愛いよね、うん、今やったユーチューバーなるやろな、でも確かにどうやってやんのユーチューバー、もうヒカキンさんとかになるしかないじゃん、なんかもうグラサンかけて、うん、めっちゃおもろい、ユーチューバーって確かにむずいな、確かに、にはそういうのでもライブやると面白くないですか、うんうん、確かに面白い、なんかみんな違う衣装で踊る、うんうんうん、なんかこの前夢中人とかみんな違う、あ、そういうのがやりたい、なんか確かにみんなで違う衣装で踊る、それぞれ違う、そうそうそう、あ昔あれやってた衣装ファンの方が投稿した、あ衣装で踊ってたのランキングの、うん、やってたな、やったね一回、あれもよきき、よかったな、いやでもかぼちゃ
どうぞどうぞ食レポしてくださいかぼちゃ、かぼちゃ、ハロウィンなんでいただきます。まだハロウィンじゃない。あ、すごい、ちゃんと自分から向かってる。あ、うん、あ、あ、あ、うん、65点編集タイプそう、何が足りなかったですか。うん、私の好きなかぼちゃはもっと甘みが強いですね。これはちょっとなんかあの、その味付けした味で、うん、なんとごまかしてる感が出てますね。なるほど、はい、でそう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 ですでそうでそうです、うん、でそうでそう、うん、これしてよかった結構低いね。まあでも分かります、かぼちゃは弁当マジで変わりますよね。そう、他にあれ大好きなの、かぼちゃのポテトサラダみたいな。ああ、大好きなんだけど甘くないとダメ。あれは美味しい、確かにうまい、うん、やっぱどこまでメイクしたかあんま覚えてない、どうしよう。そんなことあんの、顔見たら分かるじゃんなんかかりんさんに言われるの悔しい悔しい、マジでスワイプしようね今日は。そうですね、うん、悔しいわ、うん、でもそれ、れいこちゃんがいてくれるから、うん、変にボケれます。ボケれるってか自由に食べれますよね。確かにそういうのあるよな、うん、人によって。確かに指摘したくなっちゃうね、どうしても。あ、そうだね、かにも人によって指摘しちゃう、ゆうみ、ん、さんとかの時とかな。確かに確かに、ずっと全部が変だから、ちょっとずつ、うん、そう、全部突っ込みたくなるよね、うん、我慢してるくない、うん、ちょっと、うん、そうなんですなんかこの MC とか、か、例えばこの漢字の読み方ちょっと違うけど、うん、でもなんか言うのもなんかあれやし、めんどくさいしな、ちょっとめんどくさいなみたいなまあええかみたいな、伝わるしなるんや、うん、MC とかもこれ全部突っ込んでたら進まなくなっちゃうから、うん、我慢スルーして、うん、で、みんなは理解してるから、ファンの人たちは、うん、でもファンの人たちもちょっとクスってしてる、うん、それがいいとこ。そうそうそう、ミミさんにガシレスしたらキレられるから私お互い嫌なよ、同じですけどこいつにだけは言われたくないっていう対象が一緒なんやろね多分そうやと思う、うん、なんかイベントやってるね。ね。うん。ハロウィンのイベント。うん。やってるみたいです。じゃあ最近私がハマってる曲。曲？はい、曲？二曲。あ、一曲はちょっと豊かで。じゃあ一曲。うん、フェリー、違う、フェリーはもう過ぎた。NMB？ NMB？ AKB。AKB？ 絶対わからない。絶対わからない。AKB の公演曲。うん、公演曲？歌ったことある？多分ないと思います。ないのかな、ちょっと分からへん。で、AK、じゃあ NMB でやったことある、あの、ある公演、そう、のどれか。青春ガールズ。あ、違いますリセット。違う。うん、やったことあるもん。他にもやったことある、ない公演から選んだらいい。ダメダメ、やるったことある。じゃあヒント、うん、ユニット。なるほどね、はい、黒い天使。あー、でもそこらへん、そこらへん、そこらへん、恋愛禁止。あー、正解。うわー、なったことある。あるんや。あった。恋愛禁止で、恋愛錬金はその公演では錬金してた。あ、そうなんや。もういいよな、今めっちゃハマってます。へ、うん、歌もいいのと、うん、あと3人折り面の3人の歌声がいい、うん、もうほんま AKB って感じの歌だった、高橋みなみさんと峯岸みなみさんと宮崎美穂さん、めちゃくちゃザ AKB の声してる、ね、もうすごいよな、めっちゃ。あ、食べ出してる今確認してどっちの角度でも隠れる角度を確認して確認した、タネを捨てました。はい、大事、ごちそうさまでした。うーん、あー、美味しかった
腹いっぱいになりました。うん、お腹いっぱいになったよかったじゃあ終わりましょう、終わりましょう終わりましょうじゃあランキング上げます、いい、ね、はい、ほら見て見て、うん、あれフィンランド、フィンランド、タイじゃないわ、なくて、ああの行った、あ、ジャカルタ、ニュージーランドみたいなねえ、国旗がすごい、あ、インドネシア、インドネシア、インドネシア、嬉しいよね、本当に行ってからね、こうやって見に来てくれることが見えてきて、すごい、じゃあ英語で喋らないとダメじゃないですか、あ、Thank you very much Thank you very much ではご挨拶していきますジュルさん、ポヨポヨさん、ありがとうございます。ジュニア、ディビジャーさん、ありがとうございます。ジュイチ、コタハちゃん、ブちゃん、マルフィンさん、ナナユキ、ロクインサイちゃん、タケちゃん、ありがとうございます。ユイ、ナナシノスキノスキさん、サイ、タイクツさん、どうしたの？これ、これのブちゃん。ブちゃん、待って、今。読むけど。二択ミスったな。いつもなぎささんに二択ミスるよね。言い分けてる。ほら。たけちゃん、ありがとうございます。さい大吉さん、二択さん、ジュイサムさん、ありがとうございます。キュイケイタ、ありがとうございます。ハチユリカ、ありがとうございます。ナナイレトク、ありがとうございます。シオンさんの冠コーデで。ありがとうございます。5位浅間くんありがとうございます。4位がジロありがとうございます。3位がトニーありがとうございます。2位の原慎之介のすけありがとうございます。1位ガズありがとうございます。インドネシアのファンの方が早食い配信ありがとうございますって早食い早食いしてると思ってたみたい早食いしてたんですね。早食いじゃないけど、いや私もう終わります、うん、ありが解明しますしなくて大丈夫